皆さんこんばんは、ラジファボセカンドシーズンの12月を担当しますエアーエージェンシー所属の高坂咲です。11月の真野さんからバトンを受け継ぎました。私はですね、一人で番組をやらせていただくのが初めてで、今すごい緊張してるんですけれども、何やら楽しいことをいろいろやらせていただけるようなので、すごくワクワクしてます。パーソナルな月曜日ということで、まずは私高坂咲について一問一答形式でお答えします。名前は高坂咲です。ニックネームはサッキーと呼ばれることが多いです。由来は別のラジオ番組で決めていただいて、すごく可愛くて気に入ってます。出身地は、千葉県です。チーバくん のお腹のあたりですね千葉県で遊びに行く場所かマザー牧場とかですかね。ジンギスカンが食べられたりとか、豚のあのレースとか知ってますかお尻叩いてなんか豚ちゃんレースしたりとかする、すごいなんかこう動物と触れ合えるいい場所です宣伝大使みたいですなんか趣味は、油そば巡り、ダイビング、フィギュア集め、あとイラストを描くことです。油そば巡りは 3,4 年前から始めた趣味で、今200店舗ちょっと全国で行ってます。もう本当に油そば大好きで、皆さんからもすごい送られてくるんですよ。ツイッターとかでお店を教えていただいて、もうそういうのとかも全部リストに入れて、なんかいつかは油そば日本一周旅行とかしたいなって思ってます。リスト作ってますなんか、ここは何時から何時までやってて、何曜日はお休みで、どこどこにあって、最寄り駅は何々でみたいなのを全部書いたリストみたいなのを一個一個しらみつぶしに行くっていうアラメモカですもうなんか都内の油そばだったらもう全部私に聞いてくださいっていうぐらいは詳しいと思います。ダイビングは子供の頃に家族で一緒に免許を取って、それからちょこちょこ行くようになったんですけど、あんまりにも好きすぎて自分のスーツとかも作りました。スーツはですね、まあサイズとかも首とかいろんなところを測って、でこう色とか決められるんですよ。このラインは何色がいいとか、ここにロゴを入れたいとか、あとなんかこう可動域の部分でチャックをつけるかつけないかとかいろいろ選べて、それで自分のオリジナルのスーツ作りました。フィギュア集めですが、10年ぐらい前かな、集め始めて、今かれこれ170-180体ぐらいいます。ボーカロイドの初音ミクちゃんが大好きで、一番最初に買った、フィギュアもミクちゃんのフィギュアでした。一番高いのも、初音ミクのフィギュアですねお値段は秘密だよしました。そうですね、趣味にはちょっとお金使っちゃいます。むしろなんかそれしか使うところがなくて好きな食べ物は、油そば、汁なしラーメン、混ぜそばです。もう本当に好きすぎますね。もう油と糖がないと何も始まらないです。多い時は 3,4 日食べてますね。でもちょっとやっぱり痩せなきゃいけないっていう時とかは、まあ週に1回ぐらいとか節制してます。今日もこの後行こうかなって思ってます。苦手な食べ物はネギ、玉ねぎ、辛いもの、内臓系、あと貝類がダメです。好き嫌い多い方かもしれないです。そうですね、だから頼むときはいつもごめんなさい、ネギ玉ねぎ抜きでっていうのはもうセットで言ってます。得意なことはイラストとかデザインとか、なんかこう創作することが得意かなって思います。なんか昔から絵描くことは好きで、お姉ちゃんがすごく絵が上手で、それを見て育ったっていうのもあって、私も一緒によく絵を描いてました。一時期絵の勉強をしてたことがあったので、結構写実系の絵とかデッサンとかもできますし、あとはアニメイラストとか結構ツイッターで描いてあげてます。あと似顔絵を描くことが得意なので、お姉ちゃんの結婚式のウェルカムボードを描いたりとか、
あと友達の誕生日プレゼントに似顔絵を描いて送ったこととかもあります。苦手なことは団体行動です。昔から団体行動苦手で、結構自由気ままに動いちゃうので迷子になるんですよ。で、子供の頃は迷子になりすぎて、だんだん迷子慣れしてて、自分で迷子センターに行って、すいません迷子なんですけどって言って申告していたっていうことがあります。一人だと結構計画力あって、自分でこう行きたいところとか決めていけるんですけど、なんかこう団体で集まると、こう自分が好きなところに行っちゃうので、なんかそれで今もたまに迷子になります。声優を目指すきっかけは、小さい頃からアニメとか漫画が好きでいろいろあるんですけど、決定打になったのはミルキーホームズさんかなって思います。ミルキーホームズの皆さんは同年代なんですけど、学生の頃に初めてテレビかなで見て、アニメとかライブとか YouTube とかニコニコとかの動画で活躍されてる姿を見て、すごいかっこいいなって思ったし、声優さんっていろんなことをやらせていただけるんだなって思って、なんかすごい楽しそうって思ったのが一番決定打になったんじゃないかなって思います。中でもやっぱり徳井さんは推しで徳井空さんが推しで、ちょっと別 の, コンテンツでご一緒させていただいた時はすごい嬉しかったです。もうその時の話もしました。ミルキーホームズ好きなんですっていう話をさせていただいて、めちゃめちゃなんか夢が叶ったなって思いました。なんかすっごい緊張しました。空の上の人だったの、あ、空ちゃんだけに空の上の人だったらね、すごいなんかこうドキドキもしたし、なんか嬉しかったですね。はい、私について一問一答で答えていきました。他にも知りたいことなどあったらぜひコメントくださいね。じゃあねー。